皆さんこんにちは。今回も前回に引き続きこの105系ジュリアの特集となります。今回は一切走りはなしでこのジュリア GT1300 ジュニアの詳細についてオーナーさんから非常に詳しく細かくお話を伺うことができました。それでは105系ジュリア GT1300 ジュニア第2弾ご覧ください。本当全部この開くところ以外全部つながってんですね。ちょっとモノコックボディだからやっぱちょっと安い。あれですよね、最近のアルファロメオなんかは、うん、結構リアからの個性がこうよく取り沙汰され、うん、このアルファリアよりもやっぱフロントですね。フロントは、まあ、リアもこう造形は綺麗は綺麗なんですけど特徴的なのはフロントですね。まあ、あの段があるからね、段付き6種類もあるんですか。何が違う。まず一番初めに出てきたのがリリアスプリント GT で、見分け方としてはここがこう格子のこういう、ああはいはい、見たことあります。それが一番初めで1600、それ1600のエンジンがついてて、はいはい、で次にちょっとなんていうか内装とかが豪華になってエンジンも少しだけこう、馬力とか上げられたジュリアスプリント GT ベローテ、はい、まあ GTV、 それはこれが今度3本になる。1、2、3、僕が3本になってるのがで廉価版として出たのがこの GT1300 ジュニア。口悪い人は頭にジュリアがついてないから GT1300 ジュニアはジュリアじゃねえっていう人もいるんだけど、ああそうそう、それが僕よく分かんなくて、ジュリアなのにジュリアってどこにも書いてないなって。そうそう、でもまあ一応105系ジュリアとしてはこの入ってるけど、ジュリアの名前が GT1300 ジュニアだけつかないで、プラスジュリアスプリント GTC が、 GTC、 GTC は、うん、まあ多分 C ってコンバーチブルの意味だと思う。オープンがあるんですか。オープンこれで、見たことないないよ、相当貴重車だから。でやっぱ格子のグリルでこのオープンーで、あとは GTA の2台で、うん、ジュリアスプリント GTA これ1600で GTA1300 ジュニアがあって、はい、その2種類の GTA がある。はあ、これで6種類でも GTA も実はストラダーレとコルサ、要するに行動用とレース用と、はいはいはい、はい、でストラダーレはちゃんとバンバンついてる。あでコルサはもう初めからバンバン。これがなんか思ったんですけど、ブレラの、うん、ブレラとかあの1号級のあのグリルの、あれもしかしたらこれをイメージしてんのかな。まあ多分そういうのはあると思うよ。あれも GUGR なんで、うん、この GT1300 ジュニアでも前期と後期これは違いはどこで、とね、まずとダッシュボード、メーターマデルがこれフラットじゃない、はい、まあ、我々言うのはこここうやっておっぱい出してるんです、その過去とスピードメーター。なるほどなるほど、うん、あとはエンジンルームが違ってくるんだけど、おおやっぱ綺麗だ。まさにアルミの塊って感じですね。まあそうかなすごいな、久々に見ましたけどやっぱ綺麗だ本当改めて見るとコンパクトですよね。コンパクトですね、すごい小さい。だって1900シリーズの時からずっとこの同じエンジンじゃないですか。1900ジュリエッタ、ジュリアでアルフェッタがあって、はいはい、でその後、まあスパイダーシリーズだけずっと最後まで使うんですよね、このエンジンを。そうそう、アルファって結構やっぱブッソブ取り沙汰されるけど、実は4気筒その戦前のアルファを、うん、まあ、盛り上げたのは実はブッソ V6L そうなんですよね。まああの開発者のサッタはあんまり、うん、名前は出てこないけど、そうですね、調べても出ないですもんね、前聞いて。サッタ あれ上が何だっけ、何とかサッタブッソの上司だ。あそうなんですか、ブッソの上司、うん、知らなかった。でも上司全然見つかんないっていう、うん、まあ要するに V6 があれだけまあ感応性があるエンジンだったんで、あれだけど、まあこれももうただね、まあ俺のは切っちゃってるからそういう感応性がこう増して感じられるけど、すごい軽快な回転回りしますよね。
感応性どっちかっていうとね、本来のオリジナルはもうちょっとトルク寄りな感じ、あすごいトルクを感じるなって感じね。あ、そうなんですか、うん、俺の方がちょっと繊細があって、うん、その中速域から高速域の伸びを感じるような感じの、うん、高回転型、うん、そういう仕立てにはなってるけど、何回転まで回る ?8000 ぐらいまで回る、それが7500までに、ま、抑えとくよっていう、あ本来ノーマルが6300なんで、1000回転メタル溶けるぞその上は。分かると思うんだけど、このカムカバーのところここだけへこんでんの、はい、あ本当だ。でこれって実はここは我々いるところの増産インテークっていうのが、はい、ここ要するに吸気がこの上を取ってこっちのキャブに行ってた。あ本当は本当はノーマルだとその状態だ、うんうんうん、後期型はこっちのキャブにそのまま直接行くインダクションボックスがつく。で結構やっぱ GTA がこのファンネルタイプが多かったんで、うん、だからでこのここをまたいでくるっていうのは結局熱源の上を空気が通っちゃうわけだから、うん、良くないんじゃないのっていう人が多くて、うん、でしかも後期型は向こうにインダクションボスくっつけちゃってるから、うん、エンジンも音も聞かせてもらっていいですか。いい音っすよね。このブルブルしてるのがかっこいいっすよね。この当時のエンジンマウントのがいやそこがまた旧車チックでかっこいい。この止まりそうで止まらないそうアイドリングがチューニングカーみたいですね。みんなそうだよね。走ってる時も 40-50 キロ出す時が一番安定するっていう状態でエンジン出してるから、どうしてもアイドリングが、はいはい、国産車でもみんな出てるっていう感じで、特に冬場なんかの朝一発目にエンジンかけるときって、うん、どうしてもこううまく合わないんですよね。その冷感じで合わせてないからキャブルが、うん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 、よく旧車の集まり行くと途中で止まってなんかいじってる人いますよね。年長変えたりいろいろ多分ミクスチャーを変えてるだけだと思うんだけど、ちょっとそのガソリンの割合がいじれるのって簡単にいじれるのってそこになって、ジェット変えるっていうのはまあできるっちゃできるけど、このドアノブのこのこれもデザインなんですか、それとも何か意味がある。わかんないそれは。なんかこうイタリア人なりの過食の意味なのか思うけどね。滑り止め結構硬いですよ。それね、なんかすごい前から硬くて、うん、この間もなんか一回もう内側かしか開かなくなっちゃったからちょっと直してもらったんだよ。ミラーの醜さは尋常じゃなかった。そりゃそうだね。これもう完全に慣れがしてるし、ですよね、絶対に高速とかで合流するとき目視しろよって言われたから。あのなんかミラーに映ってるけどどこ映してるかがよくわかんない。ポジションずらしてたから余計じゃないきっと。ああ、そうかも。クラシックカーのこのタイヤの厚いタイヤのムチムチした感じが、でもねこれ元は確かオリジナル15インチでこれ14インチ、あもうちょっと大きいんですか。そうホイール、外形は変えてない。外形は変わってない。オリジナルの鉄柱ホイールは確か15インチだった。ほらこれじゃあオリジナルじゃないんですね、うん、アルファのホイールではあるんですか。そう要するに GTA タイプ。あみんなそれに結構変えちゃってる人多いよね。その鉄筋は鉄筋の良さもあるんだけど、うんうん、で GTA だとあのマグネシウム合金が使ってて、うんうん、なんかこの辺がもっとなんかなんていうのこうこんなに滑らかじゃなくてなんかこう、うん、で色もなんかちょっとなんかガンメタにがちょっと入ってくるような感じで、うん、で俺もちょっとそれ探してんだけどなかなか出てこない。テクノマグネシオがなんか再販して作ってたんだけどね。車のエンブレムにはなかなかない。かわいい。美少年なのかサーペントなのか。え、どういうことですか。ヘビか。ヘビなのか竜なのかっていう。うんうん、
だから昔の紋章を見ると竜っぽく見えるのよ。ね、そうですね、うん、あのビスコンティー家の紋章を見るとあれは竜ですか。そうで、なんかその史実をいろいろ調べてみるとなんかこう曖昧なんだよね、すごく竜なのか大蛇なのかっていうのが曖昧でどっちでもいい。そう、なんか足ついてるあの大蛇みたいな話もあるし、手がなんかそうありますね。そうそうそう、だけどアルファロメオでこのジュリアスーパーでちょうど同じ頃に出たのに、うん、美少年モデルって言っちゃってるのよ。言っちゃってる、言っちゃってるから、もうそれで美少年だねって話になっちゃってる、うん、その細かいところは気にしないのが、まあね、いたしはですね。ボディのデザインに合わせたこのレンズが、このウインカーのデザインがこれ好きなんですよ。こうそこね、クリアとそのオレンジが入ってるのが両方あるんです、うん、あ、全部クリアってことですか。全部クリアなのがあって、へえ。で、俺もちょっとなんかこれって日本仕様なんですかって言われたことあるけど、うん、俺もちょっとだけ調べたんだけど、うん、これ確定の話じゃないけど、うん、ヨーロッパ仕様がクリア、うん、ただイタリアとかはオレンジが入ってる。もうこれ本当の本物のメッシュですね。でも GTN だともう何のあれもなくメッシュになるから。ジャガーって書いてある。ジャガーっぽいけどイエガー。あ、ジャガーじゃないんだ。えあ、イエガー、これでイエーガーって読むんですか。クリアとアバルとアルファロメオのアクタグラリーですね。イエーガーのメーカーが入ってます。あと、キリスタだとアストンマーティンのカラリーが入ってます。スイスの高級時計メーカーで、イエーガールクルプと、まあ、我々買えるようなことになってます。それってこの当時の車みんなそうだったわけじゃなくて、やっぱりこのアルファだから、そのいや多分大体のメーカーが外注だったと思う。あともう一つあったね、家がつくかもう一つつくかっていうのも結構その車によって当たり外れが出てきちゃって、あ、同じ、いや、ど忘れしちゃったな。同じ車種でもメーターが違うの、うん、それはどっちついてるかってか、結構、じゃあミーティングとか行っても違うのいます。もううちのショップでもだって、あ、こっち、あ、誰だってそんなこっちついてるのね、だから家がついてると家がいいねみたいな感じでは言われる。高級時計メーカーっていうそのあれがあるからかもしれないですね。あの Bluetooth なんですかこれ。そう、あのフォルクスワーゲン専門店のプラットフォースってあるんですね、はいはい、そこが仕入れてるやつで、日本代で代理店になってるやつで、アメリカで作られてるレトロサウンド。ちょっと触ってもいいですか。うん、だからその見た目だけ古い。へえ、あ、本当はガチャっていうかカチって感じだ。ラジオも一応いけるのはいけるけど、俺チューニング合わせてないんで。へえ、こんなのあるんだ。そう。あとなんか俺の聞いた話だとなんかサイボーズっていう通販サイトでも。ただそのレトロサウンドって10個に1個が不良品なんだって。かなりの確率です。これは化粧プレートっていうか。そう。だからその化粧プレートもなんか何種類かから選べるんです。雰囲気に合わせて。いや、いいですねこれは。これはクラシックカーオーナーさんには当たり前なのかな。いや、当たり前じゃないけど、あの知ってる人、知る人ぞ知るって感じかもしれない。へえ。やっぱり。ほら、俺らも Google マップとか使って遠くまで行く時とか、はいはい、案内してもらいたい時にやっぱ音声ちょっと聞こえないとあれなんで、まあ最低限ちょっとなんか音は出てほしいなと思って俺はつけた。え、これスピーカーはどこに？スピーカーそのダッシュの中に入ってる。あ、中に入ってるんですか。この中にちょっと音はこもるよ。これ開けたら見えるんですか。見えない見えない、あの USB は出てくる。USB でも接続できるから。あ、じゃあ意外と今時の技術も取り入れて。まあ要するにある程度っていうことかな。利便性は、うん、あとハザードなんかももともとついてないからね、これ。ハザードで向こうの奥にハザードこう引くタイプのやつ追加してもらってる。あ、この奥の長い方ですか。奥の、いや下の赤いところがあるのよ、赤いボタンが。赤いボタン、あれか、うん、あれを引くことでハザードになる。へえ。このスイッチは何ですか。それね、ワイパーとあとなんだっけな、ワイパーのスピードとあとヒーターだと思う。確か
おお今のワイパー動き見た。いいっすか、うん、思わず動かしちゃいました。かわいくないか、かわいいかわいい、こっちに動くんだっていう、まあ、びっくりして、これ組み合わせ見ればわかるんだけど、うん、そうしか動かないんだけど、全然 気にしてなかった。動き方がかわいい、だけどほら、あの基本的に雨の日乗らない人が多いじゃん、うんうんうん、で振られた先でたまに動かすと、もうモーターがなくて固着しちゃったりしてて、たまに変な動きしてワイパーが絡まっちゃったりする人とかいるらしいっていうか、エンジン切っててもワイパー動いちゃうんですね。そう、うん、この真ん中はなんすか。それね、これは一番ね、それがヒーターだったかもしれない。あ、なんかファンが回りますね。そう、あ、これヒーターなんです。そう、冬場はね使うけど、まあ、当然クーラーはなくてヒーターだけ。そうですね、もうクーラーは三角窓のみ。あ、っていうかこの時代からペダルにあのアルファロメオのマークがついてる。しかもオルガン式なんだよね、ペダルが。あー、ほんとだ、うん、全然さっき気にしなかった、うん、アクセルだけ上から吊り下げなんですね。なんかそれもヒール&トゥーやりづらい原因なんだと思う気がするけどね。アクセル低いのよ、だから、うんうん、なんかね、かさ増しすればもしかしたらヒール&トゥーできるやす、あのしやすくなるのかもしれないけど。え、あ、ノーマルはリアシートがないんですか。100% そのオプションつけてみんな4座にしてたっていう話、はい、100%、うん、でその時に言ってたのが、多分リアのねサスペンションのストロークがないんだろうね、きっと、うん、あの4人乗りはおすすめしませんってメーカーから結構出てるえ、じゃあ4人乗りの普通のジュリアとはサスペンションがなんか違うんですか。ちょっと違うと思う、あっちと。お、ワコードが帰ってきた。二十歳だそうですよ、二十歳。いいね、未来があってあれぐらいの子たちにこれを知ってほしいですねちょっとまだ早いけど、でも古いアルファの楽しさっていうのを。このミシュランタイヤは昔からあるタイヤなんです、ね、うん、何十年、四五十年ぐらい前から。要するに今もクラシックカー専用タイヤとして、うん、残ってるシリーズかな。あ、XAS か、うん、高い金出してる、機械ないと。チューブも変えた方がいいと思いました。1本6万つってましたっけ。5万ぐらい。5万ぐらいいやー、これの欲しいのタイヤの10倍です。でも5年6年履く、もう要するに履けるから雨の日もほとんど乗らないし、うん、年間どれぐらい乗るんですか、距離。前は1万キロ近く乗ってたけど。あ、結構乗るんですね。だからツーリングとか買ったばかりの時は、うん、みんなに見せびらったかしたくて結構遠征とかいろんなイベントとか行ってたから、今は4000幅。あ、でも結構走りますね、うん。あのカムカバーがね、はい、だんだんくすんでくる。あ、かけない、あれですかね、やっぱかけないとどんどん湿気が溜まっちゃって、でなんかだんだん見た目悪くなる、腐食しちゃう。だけどなんかアルファブランチでもちょっとその生き字引みたいな人いてあの、いやそれはね取っちゃダメなんだよって言われてえ、なんでですか、なんか重さとか関係あんすかとかって言ったら、いやそれこそがノーマルなんだよって言われてなるほどそのうちと。だから綺麗すぎるのが嫌だ、綺麗すぎるのはダメって言われた。これインナーのなんか樹脂みたいになって、あ、それね、うん、あのスプラッシュガードっていう部分があって、はい、ビスで止まってる部分が一番端にあると、はいはい、そこはあの俺がやり直したはず、うん、はい、あのちょっとウレタンみたいなこう感じの、うん、ブクブクする塗装があって、はいはいはい、それでこう衝撃を飛び石の、うん、そう、うん、ここも錆びちゃった。ここは普通はノーマルは鉄板、普通の鉄板みたいな感じで、あで、いろいろあるんだよね、そのこのホイールハウスの中あのボディ同色になってるパターンもあるし、うん、旧車ならではのヘッドレストがないのが
こいいな。これシートも張り替えですよね。張り替え。これノーマルもこんな感じだったんですか。いやこれノーマルと同じケースな。トレーリングアーム。トレーリングアーム。トレーリングリンク。トレーリングリンク。でもこう走ってて変に跳ねることもないし、まあね、ロールはまあまあするんですけど、うん、粘りですよね。そうなんですね。だからそのこの辺かなってところ結構粘ってくれて、うん、ちょっとリア滑りそうになってくるとタイヤが開き出したりとかするから、そうなんとなく限界この辺かなって分かる。そうですね。沈み込めば沈み込むほど硬くなっていく感じで、減衰が硬くなるような感じで、今日俺乗ってくる時も思ったけど、あれトラニオンブッシュの感じがだいぶなくなってる。あの入り込むやつ、はい、そうスコってなる感じが昔は結構ちゃんとしたんだけど、もしかしたらその辺なんかブッシュのあれがなんかだいぶなっちゃって、あれちゃってる。そう、この切り返した時はまあボディ剛性の弱さもあると思うんですけど、その遅れて入る感じなんで、ちょっとハイサイドっぽくこうなんかバイクの中感じになりそうな、うん、ちょっと怖い感じですけど、うん、ただそのロングコーナー、長いコーナーとかはすごい気持ちいいんですよね。まだストロークあるのにそれ以上こう無駄にロールしないし、うん、ちゃんと粘ってる感じがして、なんだろう、ですかね、ショックの減衰がちょっと弱いんかな。だからちょっと切り替えした時こうスパスパっていうのにはついてこれないっていうのは多少あるかもしれないですけど、まあでも車の年齢考えたらそれはちょっと贅沢ですね。サーキット仕様っていうわけでもないですしね、うん、峠を気持ちよく走る仕様。コンボ&バリアーニ、コンボ&バリアーニ、バリアーニのストリート用のミドル、はい、昔から有名なハイカムが入ってる。へー、それはイタリアのメーカー、コロンボ&バリアーニってあるんだけど、はい、それの本物が入ってて今リビルトも出てる、でうちのショップの人たちは結構リビルトが入ってるけど、この点となんか本物違うんすね。なんかだってハイカムなんてこんな卵みたいな形状さ、コピーして作ればいいだけの話だからさ、変わらねえはずだと思うんだけど、なんか違う本物、伸びが違う。ツーリング行くとやっぱあのなんだ、今ぐらい、さっきぐらいのスピードのレンジで走ってんだけど、いやー高井さんの車なんか最後の伸びが違うんだよなみたいな。そうです、3速とかって、2000の GTV とかで、回転数はこっちのが、高い、でもう1300はもともと高回転型だから、はいはい、あれなんだけど、それでこの間も言ったように本当の レブリーって6300ぐらいなんだけど、一応7500までは、今日も7000ちょっとまでは回ってる。そうですね、あれタコメーターが6300ぐらいって聞いた、あの赤いっちゃいけないなと思いながら運転してたんで、ちょっとその1300ジニアでも GT1300 ジニアってこういう車ですよってちょっと語弊ができたんですよ、ちょっとこれはいじってあるから、でもそうノーマルわかんないですけど、まあでもノーマルをこう何ていうの、正常進化と、まあ要するに気持ちよさを追求したらちょっと速くなっちゃったみたいな感じなんでね、まあタービンついたりそんなわけじゃないから、ベースのエンジンありきでそのネガな部分をちょっと削ったような、ね、車だ。だけど本当に1台1台全然違う。乗るっていうのはやっぱ50年とかかかっちゃったからみんな1回エンジン開けたりとかしてるわけ、はい、で組手が違うし免検とかしてて圧縮比も若干変わったりとかするから、そうなんか1台1台なんか若干乗る、あこれこの部分違うんだみたいなところはあるんですよ。僕はあのスポルティーバの社長の乗せてもらったことあるって言いましたっけ、近いですよねやっぱ、近いと一番近いって言われた、その社長の車に。あの時が本当初めてだったんで、まあ冷静にはこう比べられないですけど、でもやっぱ本当第一印象元気だ、これも元気、できるだけ低回転のところから上までずっとこう綺麗に回ってほしいっていうのがあって、だからやっぱりその辺はなんかスポルティーバ風の仕様にはなってて、まあよそのショップさんの考えは考えであるんで、それがいいとか悪いとかは言わないけど、やっぱ気持ちよさを追求してる感じはスポルティーバの発表やっぱもうこういう車になるとショップの味がかなり色濃く、どうやって仕上げてるかっていうのは、でもうオリジナルがなかったりするんで、リビルトをどういうふうなパーツ使うとか、はい、以上でこの105系ジュリア GT1300 ジュニア特集第2弾を終わりたいと思います。
次回は走り慣れたいつもの表つくばスカイラインをこのジュリアが生き生きと走ってくれましたので、その様子をお伝えしたいと思います。それではまた次回まで。今回もご視聴ありがとうございました。